中学校軟式野球日本一を決める戦いです。森木選手は2回ストレートで三振を奪うと、続くバッターはスライダーで連続三振。3回にはこの試合最速145キロをマーク。スピードが出にくいとされる軟式ボールでこの球速で、さらにこんなボールもある、カーブ、こんなボールもある、空振り三振、落差がすごい。延長に突入した8回、先頭バッターを三振、2人目はい三振、ギアを上げた、3人目はい3者連続三振。試合はノーアウト満塁から始まるタイブレークに突入。高知中1点リードの11回裏、三振、ワンアウト、三振でツーアウト。そしてサードランナーが飛び出していたところ、キャッチャータッチしてアウト、スリーアウト、試合終了。森木選手は11回を投げ切り、奪った三振17個、日本一に輝きました。1年生からレギュラーを取って甲子園に行って、日本一になりたいと思います。自分結構ヒートアップしたタイプなんで、結構吠えたりとかも多々あるんですけど、私生活も普通に笑ったりとかも普通に話したりします。